なし。梨し、りは、バラカナシ属の植物、もしくは果物として食用にされるその果実のこと。主なものとして、和梨、日本梨、中国なし、洋梨、西洋意なしの三つがあり、食用として、世界中で栽培される。日本語で、単に、りというと、通常はこのうちの和梨を指し、本校でもこれについて説明する。他の梨族属は、 それぞれの項目を参照のこと。梨、和梨、日本梨は中国を原産とし中国や朝鮮半島、台湾、日本の本州、四国、九州に生育する野生種山梨、日本山梨を基本種とする栽培品種群のことである。高さ15メートルほどの落葉鉱木。葉は長さ12センチメートルほどの卵型で、円に棒状の巨子がある。 カキは4月頃で、葉の展開とともに5枚の白い花びらからなる花をつける。8月下旬から11月頃にかけて、高褐色、または黄緑色でリンゴに似た直径10から18センチメートル程度の休憩の果実がなり、食用とされる。果肉は白色で甘く果汁が多い。リンゴやカキと同様、尻の方が甘みが強く、一方で芯の部分は、 酸味が強いためあまり美味しくない。シャリシャリとした独特の食感が梨の特徴だが、これは石細胞と呼ばれるものによる。石細胞とは、ペント山やリグニンという物質が果肉に蓄積することで細胞壁が厚くなったものである。これは洋梨にも含まれるのだが、和梨よりもその量が少ないために、和梨と洋梨とで食感に大きな差が生じる。野生のもの、 山梨は直径が概ね2から3センチメートル程度と小さく、果肉が硬く味も酸っぱいため、あまり食用には向かない。山梨は人里付近にしか自生しておらず、口実のように本来日本になかった種が栽培されていたものが広まったと考えられている。なお、日本に厳生する梨属には山梨の他にも道のくなし、岩手山梨、青梨は、 梨のうち二十世紀など夏季が黄緑色のものを総称する青梨とは異なることに注意、豆梨がある。梨の語源には諸説があるが、江戸時代の学者、荒井白石は中心部ほど酸味が強いことから中山、梨が転じたものと述べている。他には以下のような説がある。また、梨という名前は梨に通じることからこれを因で、 家の庭に植えることを避けたり、ありのみ、ありのみという反対の意味を持たせた故障が用いられたりすることがある、見言葉。しかし、逆に、なしという意味を用いて、盗難に合わぬ用意への建材になしを用いて、何もなし、鬼門の方角になしを植えることで、鬼門なしなどと、縁起の良さを願う利用法も存在する。手紙を出しても、返事のないことを、なしのつぶてという。 理に、梨をかけた言葉である。したがって、梨の歴は意味の上では合っているのだが、語気である。英語圏では、多くの呼び名がある。日本で、梨が食べられ始めたのは、弥生時代頃とされ、トロ遺跡などから、多数食用にされたとされる根拠の種子などが、見つかっている。ただし、それ以前の遺跡などからは見つかっていないこと、野生の梨、山梨の自生地が、 人里周辺のみであることなどにより、アジア大陸から人の手によって持ち込まれたと考えられている。文献に初めて登場するのは日本初期であり、児統天皇の693年の御琴のりにおいて、五国と共に、桑、唐虫、梨、栗、かぶらの栽培を奨励する記述がある。記録上に現れる梨には巨大なものがあり、五世紀の中国の歴史書、 落葉ガラン木には、重さ10斤、約6キログラムの梨が登場し、和漢3サイズには落下した実にあたって、犬が死んだいつわ乗る犬殺しという梨が記述されている。江戸時代には、栽培技術が発達し、1 0を越す品種が果樹園で栽培されていた。松平定信が記した犬日記によれば、船橋のあたり行く、梨の木を多く植えて、 枝を主げく打曲て作りなせるなり、各苦しくなしては花も逆じと思うが、枝伸びやかなければ、花も実も少しとぞ。とあり、現在の市川から船橋にかけての江戸近郊では、江戸時代後期頃には、すでに梨の栽培が盛んだったことがわかっている。明治時代には、現在の千葉県松戸市において20世紀が、現在の神奈川県川崎市で、長寿郎がそれぞれ発見され、 その後、長らく梨の代表格として盛んに生産されるようになる。一時期は全国の栽培面積の8割を長寿牢で占めるほどであった。また、それまでは万世種ばかりだったのだが、多くの和世種を含む有料品種が多数発見され、盛んに品種改良が行われた。20世紀前半は20世紀と長寿牢が生産量の大半を占めていたが、 太平洋戦争後になると1959年に香水、1965年に新水、1972年に放水の三品種、この三品種をまとめて三水と呼ぶこともある登場し普及した。そのため現在では長寿老の生産はかなり少なくなっている。梨の種子は乾燥に弱く、播種の際には注意を要する。発芽後は 植木鉢へ移して個別に栽培し、十分に生育してから補助へ移す。定植された苗は、長さ数センチメートルにもなる棘をつけるが、これは、バラ科としての形態形質の一端である。ちなみに、この棘は、梨の養若期に特有のものであり、科学形成が始まる頃に伸びる枝には、棘がない。梨の花びらは、通常白色、5枚の利便が基本であるが、 色やか弁数には変異がある。また、おしべは約20本、かちは5本である。なしは本来中倍花であるが、自家不和合成、同じ品種間では結実しない性質が強く、栽培される場合には、経済的な理由から、他品種の花粉によって人工受粉が行われる。めしべの中東に付着した花粉は発芽し、花粉化を新調して胚種に到達。 重複受精を行う。果実の育成は植物ホルモンの影響を受けるため人工的にこれを添加することも行われる。また、血実数が多すぎる着火型場合には商品となる果実の大きさを維持するために適化が行われる。受粉を確実にするため丸花鉢などを養蜂もされている。梨は 種子植物であり、果実内には1個から十数個の種子が形成される。天然では鳥などにより、種子が散布されるが、改良品種で、種子繁殖が行われることは稀であり、通常は継ぎ木によって増やされる。大義には、和梨のほか、満州豆なしや、中国なし、丸葉街道も用いられる。また、本来なしは高さ十メートルほどになる高木だが、栽培の際には、 台風などの風害を避けるため、十分な日照を確保するためなどの理由により棚、下手、平棚に枝を誘導し、枝を横に広げる、Y 性栽培方法が用いられる。梨は、同じ品種間で結実しない、自家不和合成だけでなく、違う品種間でも結実しない、交配不親和性組み合わせが多い。これらは、S 因子という遺伝子による。これには、 SS の9種類が存在し、通常の細胞には2つの S 因子があり、花粉や卵細胞はそのいずれか一方を持つ。受粉時に、メシベの S 因子の一方と花粉の S 因子とが一致した場合には、滴水側の S 因子産物である S、ライボーヌクリーイスの働きで、S 因子が一致する花粉管の RNA が分解される。そのため、花粉管が伸長せずに受精に至らず、 結実しないのである。梨の栽培は古くからあったが品種名が文献に現れるのは江戸幕府が行った特産品調査1735年である。当時すでに150もの品種が記録されている。品種改良は20世紀初め頃から行われるようになった。現在では香水、香水、20世紀、ニータカの4品種だけで収穫量の 約9割を占めているが、いずれも19世紀後半から20世紀前半に発見あるいは後半入れた品種である。梨の品種は、下皮の色から、高褐色の赤梨系と、単行緑色の青梨系に分けられるが、多くの品種は赤梨系で、青梨系の品種は20世紀、薬も、菊水、新世紀、随二21世紀梨など少数である。この色の違いは、 火皮のコルク層によるもので、青梨系の火皮は、口ラ層に覆われており黄緑色となるが、赤梨系の品種では初夏に、コルク層が発達し価値となる。和梨と洋梨を問わず、梨の品種は、火皮の色から大きく4つに分けられる。香水梨などの赤茶色系のラセットタイプ、ラシットペア、リンゴのように赤い赤色系のレッドタイプ、レッドピア、中国梨のように、 黄色い黄色系のイエロータイプ、イエローペアー、二十世紀梨などの青色系のグリーンタイプ、グリーンペアーなどがある。レッドタイプとイエロータイプの中間種で、ピンクタイプなども存在する。香水は赤梨系の和瀬種で、和梨生産の34%を占める、最も生産量の多い品種である。梨農林産号。園芸試験場、弦。 果樹研究所が1941年にキック水に和製構造を掛け合わせて作り、1959年に命名発表された。和製種の中でも特に収穫時期が早く、8月中旬から下旬である。ただし、収穫時期が短い。赤梨系だが、中間色、中間赤梨といい、若干黄緑色の地色が出る。酸味は少なく糖度が高い。 果肉は柔らかく、果汁も多い。創生種としては、平均的な型だが、日持ちが短い。放水は、赤梨系の中生種で、和梨生産の30%を占める生産量、第2位の品種である。梨農林8号。果樹試験場、現、果樹研究所によって1954年に作られ、1972年に命名された。糖度が高いが、 ほどよく、酸味もある濃厚な味が特徴。香水よりやや大きめで、果汁が多い。また、日持ちも、香水よりは長い。ながら栗マイナス14号と薬物交配種とされていたが、2003年に、果樹研究所の DNA 型鑑定によって、香水とイ、イマイナス33の交配種であると発された。二次世紀は、青梨系の中性種で、 和梨生産の13%を占める生産量第3位の品種である。また、鳥取県産梨の8割を占める。青梨系の代表品種で、一般的な唯一の青梨。1888年に、千葉県大橋村、現在の松戸市で、当時13歳の松戸角之助が、新類宅のゴミ捨て場に生えていたものを発見した。松戸は、新大白と名付けたが、 1898年に、渡瀬虎次郎によって、来たる新世紀、20世紀における代表的品種になるで、アロウトの観測と願望を込めて新たに命名された。その後、1904年に、鳥取県に導入され、鳥取県の特産品となった。同県倉吉市には、専門のミュージアム、鳥取20世紀なし記念館らしっ館、倉吉パークスクエア内があり、花は、 鳥取県の県下に指定されている。発祥の地は後に、20世紀が、岡梨元町と名付けられ、角之助の業績を記念しているが、発祥の松戸市を含む関東地方では、香水や放水が主で、現在ほとんど栽培されなくなっている。うっは、黄緑色で美しく、甘みと酸味のバランスが良いすっきりした味わいで、果汁が多い。収穫時期が、比較的遅く、 水分の多い梨の需要が見込まれる夏、初秋に収穫できないのが欠点でもある自家受粉ができない、これは二十世紀に限らず、黒縁病に非常に弱いといった欠点を改良した品種もある、口実。ニータカは赤梨系の晩生種で、和梨生産のントを占める生産量第四位の品種である。菊池昭が東京府立園芸学校の玉川果樹園で、 天の川と長寿楼を交配させて作った品種で、1927年に命名された。名前の由来は当時日本で一番高い山であった台湾の新高山、玉山より、当時の命名基準では国内の地名を用いることになっており、優れた品種であることから、日本で一番高い山の名称を用いたという。収穫時期は10月中旬から11月中旬。 5 0 0ムから1キログラム程度の大型の品種で、果汁が多く、歯ごたえのある食感で、味は、酸味が薄く甘い。洋なしほどではないが、芳香もある。比較的日持ちが良い。進行は、赤梨系の晩生種で、生産量は新高に次ぐ多い。1941年、新潟県の大試験場で20世紀と今村秋を掛け合わせて作られた。 やや大きめの品種で収穫時期は10月上旬から下旬。赤梨ながら青梨の性質を兼ね備えるのが特徴で、シャリシャリした歯触りがあり、遅くに収穫したものなら常温でも年を越せるなど、日持ちが抜群に良い。果汁が多く、味は20世紀の酸味を弱めた感じである。梨は沖縄県を除く日本各地、北海道南部、ただし、 北部でも栽培収穫の例があるから、鹿児島県まで広く栽培されており、31都府県で累年統計を取っている。そのため、主産県でも収穫量におけるシェアはそれほど高くなく、上位10県合計でも全体の7割弱である。産地は東日本と九州地方に集中しており、特に関東地方で過半数を超える。土壌は火山海土、 砂地などが栽培適地となっているほか、風害の影響を受けやすいため、盆地や山間の洗浄地に産地が発達している。なお、主要産地の地方自治体では、梨の大敵である赤星病対策として、白身類の植栽を規制する条例を設けているところが多い。和梨収穫量上位10県における、和梨合計と主要品種の収穫量、シェアを一家に示す。 出店、農林水産省統計情報、2006年。梨の主な利用法は、食用、特に生食である。一般的な梨の剥き方はリンゴに類似したもので、縦に8等分などして、皮を剥き中心部を取り除く方法である。また、シロップ漬けの缶詰にも利用されるが、梨単独の缶詰が売られていたり、それを食したりすることは稀であり、他の果物と混ぜて、 ミックスフルーツとして、販売、食用とされることが多い。加工品としては、清涼飲料水や、ゼリー、タルトなどの洋菓子に利用されているが、洋梨と比べるとそれらを見かける機会は少ない。料理に用いられることは、冷麺の具として用いる以外ほぼないが、産地などでは、梨カレーなどといったレシピも開発されている。一大産地の千葉県鎌ヶ谷市。 白石では1980年代以末に、梨ワイン、梨ブランデーを商品化した。このほか、千葉県泉市、埼玉県久喜市、秋田県小賀市でも梨ワインが生産されている。洋梨は果実酒、ペアサイダー、蒸留酒、ブランデーなどに利用されているが、和梨での梨ワイン、梨ブランデーの生産は、現在、日本のみである。梨は、 タンパク質分解酵素を持っているため、生の状態ですりおろしたものを、焼肉やプルコギなどの漬け込みダレとして利用するレシピがある。2010年代より20世紀梨の産地である、鳥取県や隣接する兵庫県田島地方において、梨のスパークリングワインの名称で和梨のシードル、ペアサイダーも商品化されている。千葉県鎌ケ谷市でも2012年から、放水を原料とする。 スパークリングワインが商品化された1980年代末から商品化されている梨ワインの原料は香水。割及び大梨の発泡酒は酒税法第3条によると発泡性種類のその他の発泡性種類に分類される。糖度は11から14%程度で糖分としては諸糖、加糖、ソルビトール、ブドウ糖、大い重を含む。 酸度は0.1%程度で、リンゴ酸やクエン酸などである。和なし、洋なしともに、果物としてはビタミンをほとんど含まず、栄養学的な価値は高くない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。